春風亭都市へは落語家の名跡。現在は秋名跡となっている。本名は村岡結吉。享年五十九。創州鎌倉村岡神社の宮司の子として生まれ、幼少の頃に江戸に出て荒野にデッチ暴行し、十八歳の千八百六十年頃に二代目、七のぼる亭花山文の門に入り花玉の名で初舞台を踏んだ。その後初代、五名老玉。 タスクの門で、松橋、さらに三代目、春風亭粒子の門で年絵を名乗った。芸は、前座時代には前受けする手品を演じた、一時期地方巡業で手品を回ったほどで初代、奇天才正一に、手品の手ほどきをしたほどだという。新内昇進後は軽い小話を演じた後、毒庭が、アホだら行を演じ人気を取った。または、牛の時、前入り、 陣や、鏡山などの一人茶番なども演じた。それに、国慶演説と少子大太鼓の鉢二本を両脇の帯に刺して、その上に大風呂敷を掛けテーブルに見立て、弁士に憤して笑わせるなど明治の辞説に対応する感性を持っていた。また、操り志士、一人庭かなども得意とした。東大年枝、初代松、龍艇鶴江、龍艇浅江と並んで、 柳葉の三子と岩もて生やされた。三代目、柳や子さんの売り出すにつき、年枝が影になり日向になって引き立てたという。子さんはその恩義を生涯忘れずに、年枝に尽くしたという美談も残っている。俗に、くしゃ年枝や、おみきどっくり年枝と言われ人気があった。おみきどっくりを実践したのかとっくりコレクターでもあり、趣味人でもあった。1901年4月1日死去。 当時の新聞記事は、柳葉の古顔なる落語家、春風亭都市江下役都土町二丁目、村岡忠吉はかねて活気病を、官い至るが、最作午前十時が全心臓麻痺を起こして死去したり、八代目、林家昭蔵の新作落語、都市の階段はこの初代がモデルとされる。本名は、篠原亀吉。去年六十五、最初は二代目古今亭。 今助の門で、今治で、初講座。その後今作に、改名、1849年11月に三代目、柳屋小さんの門で、小三郎、1851年10月に、柳屋無品、1854年に四代目、春風亭流子の門で三枝を経て、明治30年代末に、年枝を襲名。四代目流子一門の古株で、 番頭役を長年務め若手の稽古代になった。昭和6年10月6日に休止。当時の新聞記事は、牧会に所属し、個人下流の番頭役として、楽屋では、後新連の師匠番となっていた、春風亭都市へ、6日、脳一血を起こして死去したり、とある。ありがとうございます。